最近ごくわずかにスペイン語圏の視聴者層が増えているそうです。私、大学時代スペイン語の単位落としています。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。こうして日本語で世界に発信しているわけですが、そしてさらに動画内で一緒に世界一周旅行をするというね、時代は進んでいるんだなぁと日々感じますよね。そんな学びを最年少キャラカナメくんにもしてもらいたい。今回はそんなお話。風邪で行けなかった修学旅行の代わりに世界旅行がコンセプトのテーマパークにやってきました。アメリカ対イギリスで熱いフードバトルが盛り上がってきたところからご覧いただきましょう。期間限定イベント、ぐるっと世界の歩き方です。どうぞ。わあ、ここがアメリカエリア。テレビや映画で見るタイムズスクエアそのものじゃないですか。ニューヨークね。車のクラクションに陽気な音楽、人々の喧騒とざめき、そしてファストフードの香り、アメリカ式ごちそうランチを振る舞うには絶好のロケーションですね。おお、ハンバーガーの気分だな。盛り上がってきたぜ。そうですね。衝撃の 1.5 ポンド XXXL サイズモンスターバーガーもご用意できますよ。どんなサイズよ。お、怪物みたいなバーガーか。絶対倒してやる。バンズだけでお腹いっぱいになりそう。ほう、 700g 弱の肉を胃に詰め込むのか。胃もたれしそう。すいません、老害的意見で。ある意味戦いだな。ダメだ。待て、この場所で食べると今王子くんが有利すぎるぞ。イギリスサイドのご意見。食べ比べ、つまりは比較実験をするなら環境要因はフェアにすべきだ。科学者的見解なら、はあ、お互い対等な条件で食べ比べができる場所といえば、場所を移しましょう。海岸、ハワイエリアです。わあ、風が気持ちいい。そうだね。実際の海水を施設内でろ過して人工湾を作ったらしいよ。すごい設備。おう、青い空に白い雲、まさにハワイだな。いや、世界各国どこでも空は青くて雲は白いが。でも公約にとってはアロハリアンズもハワイだから。アロハリアンズはね、この物語中に出てきた別の施設ね。天気良くて海あったらそこはハワイだろ。まったくめでたい基準だな。おや、見てください、あそこにベンチがありますよ。ふむ、青空の下で食べ比べか。楽しそうだ。バーベキューみたいだね。それではまず前菜から食べ比べを始めましょうか。僕が用意したのはポップコーンです。お、ポップコーンが前菜ってアメリカらしいな。しかもポップコーンの上にバターをかけるのがアメリカ流。油がすごそう。すげえな。うわ、箱でっけえ。もげむしゃ、あ、溢れ出てくる大量のポップコーン、ドロドロに溶けるバター、油と塩が混ざれば当然のようにうまい。うまみ成分が詰まっちゃってるよね。はい、もちろんバターはポンプでたっぷりかけますから、他国のそれとは別物です。ほう、まさにファーストフードの真骨頂というところか。どうだ、俺がプレゼンするのはアフタヌーンティーに最適なスコーンと紅茶だ。イングランドの人間は朝も昼も夜も寝る前も研究中も紅茶を飲む。利尿作用がすごそう。トイレ行きたくなっちゃう。そして紅茶を最も引き立てる菓子はやはりスコーン。食べてみてくれ。スコーン結構喉パサパサになるから相性はいいかもね。ああ、茶葉のいい香りが。そう、スコーンはね、その香りを邪魔しないところもいいよね。うんうん、やっぱり紅茶は癒されるよね。渡部さんのカップの持ち方すごくスマートというか綺麗ですね、所作がね。おじいさん褒めても何にも出ないよ。
イギリスのアフタヌーンティー文化はフランスも影響を受けてるから、まあ、フランスはね洋菓子の文化ですからね。さて、では前菜対決の投票です。ああ。よりランチの始まりとしてふさわしいのはアメリカ式ポップコーンかイギリス式スコーンと紅茶か。どっちも前菜じゃないのではって突っ込むのはダメなんだろうか。確かにそれぞれ美味しいけど全然ジャンルが違うし難しいな。どうしよう。まあでもイギリス側は飲み物をセットで2つ出してきちゃってるからね、そういった意味ではどうなんでしょう、ルール的にもフェアなのかどうかってことですけど。では順番に答えてください。かなめくんはどう思って今回の主役。え、さあでは全員評価を聞かせてもらおう。かなめくんの様子はスルーそうだな、やはりアメリカだな。圧倒的にホストパフォーマンスがいい。ありがとうございます。僕は紅茶とスコーンの方に心躍りました。なのでイギリスで1対1。ま、ワクワクで言うならアメリカのでけえ飯だな。2対1。いや、どっちも最高だけど、ヨーロッパで仕事してる人間としてはイギリスに肩入れしちゃうかな。2対2。なかなかの激戦ですね。接戦。やはり簡単には勝てないか。しかし俺は信じているぞ、クソガキの決断を。あの、待ってください。ん、なんだ。カナメくんが両方をものすごい速さで食べきってます。何、あの量をどう完食したのか。食べ盛りだからね。うん、どっちも温かいうちに食べきった方が美味しいかなって。それに紅茶とバターたっぷりポップコーンの組み合わせも美味しかった。なるほど、これは。なるほど、紅茶の芳醇な香りにバターの濃厚さ、塩っぽさが絡み合うな。そうですね、この組み合わせならアメリカとイギリス交通つけがたくなりますね。うん、かつては争っていたアメリカとイギリスだけど、今や両国の関係は民主的な世界秩序の礎とか言われちゃってたりもするし、だから食事もマリアージュすればもっと美味しくなるってことで引き分けにしない。ここでマリアージュって表現するのがおしゃれだよねポップコーンにはコーラと信じて疑いませんでしたが、え、紅茶もいいものですね。まあ正直イングランドの人間もハンバーガーは好きだ。実験をやめにして思う存分食べるか。ふん、そちらの方がより食事を楽しめるな。モグ、コウヤ君、ハンバーガーのお肉残り1ポンド切りそうだけど。おお、辛めに先越された。うめえ二人を見ていると久しぶりにファーストフードにかぶりつきたくなりますね。ではいっそアメリカ風のファッションに着替えて食事を楽しみませんか。格好を変えると意外と細かい所作までも変わってくるものですよ。各エリアね、こういうレンタルをしてるらしいですよね、衣装ね。あの、さあお色直しです。どうでしょう、こういうカジュアルなファッション珍しいからね、見慣れない感じするね。素敵です。ゴー似合っているぞ。ゴー宮瀬、モンスターバーガー追加したから一緒に食べようぜ。はい。っていうかこのペースだともう一度追加した方がいいかも。あ、これは紅茶のおかわりも必要だな。それにイギリス名物マッシュポテトも。あ、マッシュポテト私食べたいです。そうですね、ポテトにはアメリカの厚切りステーキもよく合いますよ。うわ、絶対美味しいやつですね。お腹空いてきちゃう。あ、そうだ、みんなが美味しそうにご飯を食べてるところは絶対に撮っておかないと。さりげなく撮影係ですよね。あ、これいいですね、ボタン消してちゃんと見ておきましょうよ。うん、いいね、なかなか旅行って感じがします。うわぁ、パリの街並みも本格的ですね。なんだか昔行った時の記憶が蘇りそうになっちゃいます。へぇ、何か印象的な思い出があるんですか。例えば
ロマンチックなパリの一夜とか。いえいえ、そんなものはないですよ。ただちょっとよそ様に多大なるご迷惑をおかけした戒めの記憶がですね。あ、これメインストーリーに絡んでくる？大丈夫。きっとその人は迷惑とか思ってないんじゃない？これ実は渡部さんなんですよね。渡部さん側からはそれがヒロインだってことは気づいてるんだよね。え？どうしてそう思うんですか？ほら、フランスは愛の国だから。まあその辺を明らかにするのはメインストーリーの終盤になってくるからね、ここでは言わないんだ。そうですね。さて、カルメ、食のエンターテインメントを楽しんだところで自由時間とするのはどうだろう？うん、それでいいよ。では、実は出資者向けの資料で世界各国の顔出しパネルを置いたエリアがあると見たんだが、例えばそこで記念写真を撮るとか。お、いいですね。俺もお供させてください。契約では昼食後は別行動だったね。俺はさっき西洋医学の発展について学べる施設があると見た。俺はそっちに行くぞ。意識高いね。あ、その施設では簡易的な身体測定もできる。クソガキも行こう。すいません、その目の輝きに別の目的をひしひしと感じてしまうのですが、いつも通りって感じだね。カナメくんはさっきユイさんの話に興味ある感じだったな。カナメくんも行く？興味はあるけど今はいいや。うん、乗り気じゃないね。僕は現地と同じ食材が揃っていると名高いバザールへ行くつもりです。あ、そういえば夏目くんからセンスのいいお土産頼まれてたな。じゃあ輸入食材が買えるんならぜひ僕も見に行きたいです。カナメくんは？俺はちょっと休んでる。病み上がりだからかな。後で合流するから先に行ってて。そうか。では気が向いたらいつでも来てくれ。わかった。あの、私も休んでます。ああ。休むってノリじゃない速さで行っちまったな。まあ心配だもんね。カナメに楽しんでもらうには私たちが率先して楽しむのが一番と思っていたんだが、九条さん優しいね。待って、カナメくん。え？お姉さん足速くない？ギリギリ迷惑にならないレベルで早足で歩いていたのに。まあ走ると迷惑だからね、こういうところも気使ってんだね。そりゃあもう元陸上部ですから。競歩選手だったの？うん、今のはカナメくんに追いつこうとして見よう見まね。そう。あ、休みたいのに無理やり呼び止めちゃってごめんね。ここきっとイタリアのベネチアだよね。水路がすごく綺麗。なんか癒される景色だね。このままぼーっとしてるのもいいかも。ちょうどいい感じに椅子も出てるし、ここで少し休もうかな。カナメくんは？うん、黙っちゃってんね。ねえ、何も言わないんだ。何もって？ほら、俺が楽しそうに見えない理由とか、逆に楽しませてあげられなくてごめんとか、そういうこと言われると思った。カナメくんが聞いてほしかったりするならそうするけど、ほらさっきまでずーっとみんなで盛り上がっていたから、いざここに来ると何もしないでぼーっとしてるのもありだなって。でもそれって無駄な時間じゃない？お姉さんも九条さんもみんな予定合わせて都合つけてくれたのに、俺が積極的に楽しまないでそういうことするのっていいに決まってるよ。え？確かにみんなカナメくんに楽しんでほしいとは考えてると思う。でも九条さんたちが思う楽しんでっていうのは、気を使わず好きにしていいって意味じゃないかな。うん、そのぐらいの懐の深さはありそうだよね。気を使わず好きに、まあ九条さんもね、後々振り返った時に思い出になってくれていたらって言ってたもんね。うん、だから夜までずっと
ここで景色見るのもいいかも。ねえ。正気？あ、それはさすがに寒いよね。あのさ。じゃあ、しばらくここでぼーっとしてていい？うん、もちろん。わかった。まあ、この施設の楽しみ方は人それぞれだからね。よかった。さっきよりずっと表情が穏やかになった。まあ、楽しんでもらいたいという雰囲気がね、カナメくんにとってプレッシャーになっていたのかもしれないね。カナメくんが一人でベネチアの街角に佇んでる感じ、いいな。カナメくん、ちょっとこっち見てくれる？え？あ、お写真タイムかな？お、これがスチルになりますね。ボタン消して見ておきましょう。もっとアップで撮ってあげたら、まあ、後々加工するつもりなのかもしれませんが。まあ、こんな感じでした。なるほど。お、この声は羽鳥さんじゃない？ライバルはカナメくんだったんだ。羽鳥さん？やめて。いや、そういうのほんとやめてくれる？それに神楽さんも。お二人お揃いで衣装レンタルですか？よく似合ってますね。はあ？ちょっとお揃いとか本気で言ってるの？ケイちゃんが裏方で顔出せなそうだし、檜山くんからは衣装レンタルの感想欲しいって言われたから仕方なく。まあ結果的には色違いのお揃いだよね。はあ、頭痛してきた。じゃあ俺はこれで。ねえ、よかったら別れる前にイタリア名物のジェラートだけ食べていかない？普通のお店とは違う面白い仕掛けがあるんだよね。面白いもの大好きですもんね。ジェラート屋さんで仕掛けって？は？ちょっとそれ僕も聞いてないんだけど。自分でハードル上げちゃってるけど。じゃあ人数分お願いします。かしこまりました。お作りします。ねえ、一体何考えてんの？ああ味は間違いないから安心してよ。まもなく1個目出来上がります。はい、どうぞ。確かに見るからに美味しそうなミルクジェラートですけど。ふーん、仕掛けって一体？神楽。神楽、受け取ってよ。先に要くんじゃないんだね。まあ見た目は普通だし味も保証するって言うなら。あ、か、神楽さんの食べたアイスがお餅のように伸びて、あ、実験台にされちゃいましたね。へえ。ああ、トルコアイス、ドンドゥルマなんだ。うん、トルコアイスかジェラートのどちらかがランダムで出てくるアトラクションなんだよね。あ、もちろんどっちを出すかは指示してないから恨まないで。ちょっと、これどうやって噛み切ればいいの？神楽さん、お水もらってきました。どうぞ遠慮なさらず。いや、飲ませようとしないで、自分で飲めるから。お次のアイス出来上がりました。あ、これもドンドゥルマなんだ。うん、本格的な味で美味しい。あれ、カナメくんはもう食べるコツ掴んでるみたい。カグラ煽るね。うるさい。人のこと煽らないで、いつものことですけどね。器用にトルコアイスを食べるカナメくんと苦戦するカグラさん。これはあれのためにもぜひ撮っておきたいよね。アルバムな気がしてきましたね。3人ともカメラに収めるためにはもう少し後ろで広角に。あ、おっと、まずい、後ろに花壇があったんだ。このままじゃ転ぶ。お嬢さん大丈夫か？檜山さん、ヒーローだね。うん、花壇の位置は考えものだな。子供がぶつかる場合もあるし、回収が必要そうだ。助けてもらったのは大変ありがたいんですが、花壇の位置を考える前に私を横抱きから解放していただけますと。ねえ、檜山さんって天然？まあね、金目くんが今見てる通りだよ。なんだ？は、やりましたね。ああ、やったな。これで大スクープ間違いなしだ。
分かりやすく悪役。ついに檜山隆臣と恋人らしき女を撮ったぞ。目線とか隠してね、雑誌に載せられるんでしょうね。檜山さんと恋人らしき女って、まあ疑惑で十分なんでしょうね。向こうとしてはこの状況だとどう見ても私になってしまう。いや誤解だな。俺はいいが、このお嬢さんを巻き込むのはやめてもらおう。まず私を降ろしていただけるとありがたいんですが、疑惑解消する気ある？ああ、これは失礼。おい、檜山が女をかばってるぞ。それは本当にそういう関係ではないので、これは確定ですね。さっさと行きましょう。全然話を聞いてくれない。このままじゃ檜山さんに迷惑が。 Excuse me? あ？今おじさん？ I got lost. I'm in the middle of nowhere. Where am I now on this map? 道に迷ってしまいました。偏僻な場所ですね。私は今この地図のどこにいるのでしょうか。なんか迷ってるっぽいですよ。ええー、頑張ってられるか。スタッフに聞け。走るぞ。どうも。お客様、当パークでの全力疾走はご遠慮ください。畜生。これは今日ほら、一刻も早く去るぞ。その辺のルールは守るんだね。わかりました。競歩？それなら。待ってください。説明させてください。あの女、早いぞ。スクープになる？よいが誰か追っかけてるな。まったく。例の記者だな。ハサミ打ちを狙うか。任せてくれ。このパークの地形は全て頭に入っている。こっちから回るぞ。え？なんでみんなここに？ああ。大谷から連絡をもらったんだ。二人がここにいると。そっか。ああ。なんかこそこそ連絡してると思った。情報屋のそういう動きも見抜けるんだね。なんかあっちから筋骨隆々の男たちが来ますよ。檜山の特殊 SP か。まずい、このままじゃ証拠のフィルムが取られるぞ。いえ、そうじゃなくて話を。柵を乗り越えて逃げろ。そのフィルムをね、アルバムに入れましょう。うわ、まずい。柵を乗り越えようとしたところでバランスを崩して、このままじゃ水路に落ちる。うわぁ、キャップ。ん？あれ？落ちてない？うん、大丈夫か。檜山さんがゴンドラの上で記者の人を受け止めて。いいや、紳士だね。お前は確か週刊マンデーの佐々木記者だな。怪我はないか。嘘だろ、俺の名前を知ってんのか。情報屋のリーダーですからね。当然だ、俺が招待した客だからな。檜山隆臣、そこまで。いや、っていうか降ろせって。キャップ、なんかすごくいい写真撮れたかもしれません。これで一件落着かな。はあ、急にゴンドラ出せとか何事かと思った。ありがとう。助かったぞ、二人とも。よし、うまくいったな。え、きっと記者の方々の檜山さんへの印象も変わりますね。まあ方法は少々トリッキーに感じるが、まあ、こうなったから良かったものだよね。しかし、それまた檜山らしいということだ。おい、笑ってんじゃねえか、ガラメ。いや。だって、笑うでしょ、こんなの。カナメ君が笑顔になってくれてよかったね。自分のやりたいことも、誰かのためにやることも好き勝手して、それでみんな楽しそうなんだから。
カナメくん。だから、こんなの俺が気使っても仕方ないなって。カナメ。よく言ったな、カナメ。我々は気を使うような大人じゃない。九条家に集う家族のような存在だろ。他人行儀に接しなくていいよってことね。なあ。少なくとも私はそう思っているんだが。カナメはどうだ？それは他の大人と同じなんて思ってるはずない。よっしゃやったな。はい。あのさ、喜びすぎじゃない？何言ってんだよ。嬉しいに決まってんだろ。な、よい。はい。はあ。いや、大の大人が揃って恥ずかしいんだけど、まあ、こういうのをね、そう思っちゃうのが思春期って感じするね。まあまあ、それだけ素直に嬉しいってことじゃないかな。おじさんも部外者ながら目頭熱くなっちゃったし。いや、部外者じゃないか。え？ほら、少なくとも今はこの旅路を共にする仲間じゃない。まあ、何はともあれ、皆さんに礼を言わせてくれ。あのままではいらぬ誤解でクソガキに迷惑をかけてしまうところだった。いえ、こちらこそ。私が転びかけたのがきっかけなのに申し訳ありませんでした。もう雨降って地固まるってやつだね。お嬢さんを助けるのは当然の務めだ。そして単なる言葉だけでは俺の気が収まらない。あまりにも多くの手を借りたからな。それは檜山グループトップとしての考えか？いや、時には同じ志に向かって動く仲間としての言葉だ。ふん。ではその礼は一人の友人としてありがたく受け取ろう。ねえ、よいちゃん、こっちこっち。あ、渡部さん、バーカウンターの方にいたんですね。探しました。うん。ドイツにある大衆酒場の雰囲気が完璧に再現されてるからつい飲む気分になっちゃって。珍しいね、アルコールあんまり取らないのに。ドイツ版のシードル、アップフェルバインは久々だな。はい、アルトビールも鮮度抜群で美味しいですよ。いかがですか、ゆいさんも一杯。ありがとうございます。では一杯だけ。ふわー、美味しいですね。うん、もう少し飲んでくれるとアルコールがクソガキの体に及ぼす影響について調べやすいんだが。ビールは名残惜しいですが、この後カナメくんたちのテーブルにもよるので、酔っ払っていくのはちょっとだらがらみになっちゃうからね。そんな、やっぱり大盛り製薬を選ぶのか、クソガキ。ユイくん、早くも酔い始めたかな。ユイさんは僕たちに任せて、九条家の皆さんにもよろしくお伝えください。これからはいろいろと準備もあるんでしょうし。今おじさん、あれに気づいていたんですか？いえ、はっきりしたことは。ただゆいさんたちの思いは伝わってきました。そうだったんですね、ありがとうございます。まあ観察力ありますからね、今おじさん。3人の写真もここで撮らせてもらえますか？ええ、もちろんです。じゃ、色男に撮ってね。くっ、俺は必ずクソガキを奪い返してみせるぞ。この決意の表情を写真に収めろ。まあ、写真は OK なんだね。は、はい。じゃあ撮りますね。3、2、1。どんな写真？お、いいね、雰囲気出てます。ボタン消してね、見ておきましょう。美味しいですね、カリーブルスト。ソーセージにトマトソースとカレーパウダーを両方かけるなんて少々驚きましたが。うん、フライドポテトとの相性が抜群。そうだな、ドイツで伝統的な人気を誇る B 級グルメだからな。もげ、むしうめえ、これ何個でもいけるな。霧島、すでに頼んでおいた。ほら、もう来るぞ。
気が利くね。お待たせしました。カリーブルスト10人前です。このテーブルで大丈夫ですか？10人いないけどね。あ、もちろんだ。おお、九条さん最高です。まあ、お姉さんもそろそろ来るし、これくらい朝飯前。お、何言ってんだ、今は夕食中だろ。そうかも、マジです。ふむ、やっと見つけた。すいません、お待たせしました。見つけたって何をですか？ふん、私が着替えるべき衣装だ。あ、順番に巡っていたもんね、ついに九条さんの番。あ、ずっと探していたんですね。もしかしてドイツエリアの衣装にするんですか？ああ、その方が料理もより美味しく味わえそうだからな。カナメもどうだ？いいよ。まあ、ソーセージがもっと美味しく食べられるならいいかも。カナメ、よく似合ってるな、カナメ。お色直しタイム。うん、五条さんこそ。あ、まさに本場のオクトーバーフェストに来たって感じだな。じゃあ、これで思う存分食べられる。悪い、カナメ。待ってる間に我慢できなくて全部食べちまった。10人前？あまりに美味しくてつい。お待たせしました。カリーブルスト20人前です。あとはプレッツェルとシュニッツェルと追加のポテトと。大丈夫なんですよね、ここで。発注間違いかなって思っちゃうよね。追加してくれたの？おう。辛めもバラバラ食べるだろ。ふん、俺たちの食欲を考えればこれくらいは当然だ。まあね。九条さん、九条さんもぜひ心ゆくまで召し上がってください。飲みすぎない程度にほんの少しだけビールも頼んでおきました。ありがとう。いただこう。クソガキも乾杯しないか？はい、ありがとうございます。お、盛り上がってるじゃねえか。俺も乾杯させてくれ。では、僕もご相伴に預かりましょう。いつもは準備係だからね。カナメ、お前の分のオレンジジュースだ。ありがとう、キヨシさん。では今日この良き日を祝して乾杯。いいね、乾杯。あ、そうだ、写真いいの撮れそうだね。あー、いいね、これはいい記念になるんじゃないの？ね、ボタンもちゃんと消して見ておきましょう。ふう、料理も美味しかったし、テーマパークも素晴らしかったし、満足。あとはあれを完成させるだけ。アルバムと見てるんですが、どうなんでしょうか？このリボンで飾り付け。ちょっと可愛らしすぎるか？このワンショーワッペンなら、縁もゆかりもない家のワンショーとか喜ぶのかな。ねえ君、何してんの？何と言いますと、ただこの時間も空いている雑貨店があるんだなぁと小物を物色しておりまして。はぁ、下手な言い訳。カクラさんはなぜここに？何？僕がここにいたら何かおかしいの？あ、いえ、何も。ただものすごい偶然だなぁと。まあ、結構広い施設でしょうしね。別に。檜山くんに隅から隅までチェックしろって言われてんの。昼間は羽鳥に連れ回されてたし、雑貨の品揃えくらいは見ておかないと。なるほど、そういうことですか。で、クソガキは今の調子じゃ全然選べてないんでしょ？アルバムの装飾やっぱり。あの、私レベルの皆さんにあれについて話した覚えは。情報屋を舐めるなってやつだね。あのさ、普段スマホですら写真撮らない人間がカメラ持って断るごとにシャッターを押してたら気づくでしょ。ああ、そっか、カナメくんにバレてないといいけど。君のダサいセンスじゃ既存品に写真レイアウトするだけにしといた方がいいと思うけど。でもその様子じゃ違うんでしょ。はい、
バインダーに挟むものなので、このままだとかなりシンプルになってしまって、質素に見えるなら問題だけど、下手に装飾加えてごちゃごちゃさせない方がいいんじゃない。ありがとうございます、神楽さん。は？今のアドバイスをしてくださったんですよね、プロのデザイナーから。まさかそんなに気にかけていただいていたとは夢にも思わず。ほんと、どれだけおめでたい脳みそしてんの。ただダサいもの渡されたら相手もがっかりするだろうから、それだけ。受け取る相手のことを考えてくれてありがとうございます。神楽さんが一番嫌がりそうな展開じゃない。もう声かけたのが運の月。はい、ま、こうなったからには僕が指定した髪買って、少しでもマシなデザインにしてくれる。嫌とは言わせないから。もちろんです、ありがとうございます。世界的なデザイナー監修になりますね。たく、いちいち俺言わないでよ。そして翌朝。本誌記者危機一髪、不動産王の神対応を激写。週刊マンデーのネット記事バズりにバズってますね。仕事が早いね。うんうん、情欲豪雨制す。檜山君にはいい勉強させてもらったね。それは渡部さんこそその言葉が似合う代表格のような方じゃないですか。確かに。今回はもっとユイさんと一緒に過ごせるよう積極的にアピールするかと思いましたが。そりゃ彼女も立派な大人だからね。そして俺はユイちゃんを信頼している。その彼女が今回はカナメ君のために動くって決めたんだから尊重しないとね。一歩後ろで見守ってくれるんだね。ああ、なになに、今王子君って俺がユイちゃんを逃がそうとしない必死な男に見えてるの？どうでしょうか、否定はしない。クソガキ、どこだ、どこにいる。せめて部屋番号を教えてくれれば。執着してる人ここにいますよ。ヨイ君みたいなひたむきさが羨ましくないって言えば嘘だけどね。え、それは同意です。まあ、振り切ってる方が有利だよね。じゃ、俺たちは俺たちでもう少し世界一周を楽しんでいこうか。おお、いや今日もゴールデンウィーク日和だな。昨日も言ってましたね。誰一人かけずに各自が充実した時間を過ごし、帰宅の時を迎えられた。どうだろうか、そう思っているが全員そう言わないか。はい、そうだな。まあね。よかった。では最後の工程に移ろう。バインダーの最後のページ、アルバムの贈呈だ。え、アルバム、お、感づいてなかった。かなめくん、これまさか翌日に仕上がってるとは思わなかったでしょうね。一泊二日の旅の思い出を写真に撮ってアルバム風にしてみたの。まあデジタル社会で生きてきた子だろうからね、こうやって形にされるっていうのもなかなかない機会かもしれないね。バインダーに閉じてみて。そっか、ページ番号飛んでたわけじゃなかったんだ。へへへ、ユイのアイデアでサブプライムだ。それ借金ローンね。どうだ、驚いただろ。いや、サプライズだ。よかった、ツッコミないのかと思ったよ。へえ、シックで可愛らしい紙に写真を貼ってくださったんですね。ふむ、より高級感が出ていいな。実はとある方のご協力をいただきまして、世界的デザイナーの監修ですよ。なんとか雰囲気がある感じにできてよかったです。でもこのアルバム一個だけ欠陥があるよね。え、ずっとカメラマンやってたお姉さんとの写真がない。なるほど。ねえゴーさん、撮ってくれる？ツーショット。はい。お姉さん、こっち来て。うわ。では行きますよ。3、2、1。はい、チーズ。これが一番の思い出になるんじゃないの？いい笑顔ですね。
そしてこれは後日かな。ただいま戻りました。あ、かなめくん、アルバム見てるんですね。かなめ、おい、一緒に見ようぜ。ほう、そういえばあまり確認していなかったな。俺も見るか。なら私も一緒に見よう。いいよ。みんな仕事は大丈夫なの？ふん、こういう時間も必要だ。違うか？うん、そうかも。お姉さんにも今度ちゃんとお礼言わないと。そうだ、今度の休みにここに来てもらうとか声かけてみよう。誘い文句は気を使わず好きに過ごしませんか？おしゃれなんてね。できる18歳ですね。将来が楽しみ。今も十分すごいけど。あ、そしてアルバムをこうやって振り返っていけるんだね。いやー、楽しかったね、こうやって見ていくと。それぞれのエリアでの写真ですよね。いやー、なんかいいな、旅行行った気分になりますね、彼と一緒に。楽しい思い出でしたね。そしてこの笑顔ですよね、最後締めくくりました。というわけで、ぐるっと世界の歩き方、いかがでしたか？普通の修学旅行以上の思い出になったんじゃないかな。修学旅行ってね、それぞれみんな行き先が違うと思うんだけど、皆さんはどこに行きましたか？京都？沖縄？鎌倉？かくいう自分は台湾に行きましたが、一生の思い出として残る大切なイベントだよね。このご時世で行けない子たちも多くいると思うと、また新たな思い出の残し方も考えないといけないのかもね。といろいろと思うことはありますが、少しでも皆さんの思い出になるような動画を目指して、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況をやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。